アサママルアサママル事件は、1940年1月21日、暴走半島のザキミサキ沖40キロの太平洋上で、イギリス海軍軍艦が、日本優先所属の客船、アサママルに対して、ドイツ人乗客中の戦時禁制人の発見のために、行ったケンとケンによりドイツ人、男性21人が、戦時捕虜の名目で逮捕連行されたこと、及び、 日英の外交交渉によりドイツ人、戦客9名が解放されるまでの一連の国際的事件を言う。1939年9月3日に英仏が第二次世界大戦においてドイツに戦線を布告し、9月4日にはイギリス客船アセニア号がドイツ潜水艦に無警告で撃沈され128名が犠牲になるなど、開戦当初より大西洋上では、 英独海軍の熾烈な戦闘が繰り広げられていた。強力な海軍力を持つイギリスは、ドイツ商船隊を全世界の公海上で制圧して、行動不能にし、自治や中立国での継戦を余儀なくするに至らせた。しかし、浅間丸の所属する日本や出港地のアメリカ合衆国は1941年12月まで第二次世界大戦には参加せず、また、太平洋では、 ドイツ海軍による戦闘は発生しなかったことから太平洋を挟んだ両国間では商船会社による定期運航が蒸気のような戦争当時国に関係する物資や自民の輸送に制約を設けながらも比較的に平穏に行われており日本などのアジアとヨーロッパ間を行き来する人々のルートの一つとしても使用されていた英独海戦後 イギリス海軍省と日本各商船会社の間では、戦時禁制となる人や物の輸送中止の新市協定が結ばれていたが、日本郵船の浅間丸は、日本大使館の強い要請により、ニュージャージー州名岬沖で、イギリス海軍駆逐艦の追跡から打法を免れるため、自沈したドイツ客船、コロンブスの船員など51名を乗客に加え、1939年12月に、 サンフランシスコよりホノルルを経由して横浜港に向けて出港した。翌1940年1月21日、千葉県暴走半島沖の公海上でイギリス中国艦隊所属の軽巡洋艦リバプールより空砲で停戦を命じられ臨検を強制された。臨検は士官3名と武装水兵9名により行われた。船長は当初イギリス領海でに ドイツ人船客を乗せて通行できた1938年9月の宣令を挙げて拒否したが、イギリス軍の戦時国際法による強硬な乗客の身元調査の要求により、ドイツ人乗客51名のみが一等サロンに集合させられ、イギリス軍が所持する名簿と紹介の上、国際広報上の権利として21名の連行を船長に通告し、 戦時禁制人とみなされた少年も含む男性乗客とヘルマングロース船長などを戦時捕虜の名目で浅間丸船長より身柄を拘束し連行した。この事件で1月16日に成立したばかりの与内内閣はいきなり難題を背負うことになった。イギリス海軍側の浅間丸に対する公海上における人権とドイツ人乗客に対する措置は 戦時国際法の上で適切なものであった。これに対し、外務省は1909年のロンドン宣言47条、中立国戦場から、拉致できるものはすでに軍籍にある公選国人に限る、を原則としており、ロバート・クレイニー中日イギリス特命全権大使を外務省に招致して、正式に抗議した。日本のマスコミ各新聞と国民は、 帝国の面目に泥を塗ったなどと一斉にイギリス海軍を非難したほか国際法に無知なマスコミは UFO のドイツ人を無抵抗で引き渡したとして船長の渡辺義貞に対しても激烈な批判を行った写真集法では浅間ま丸まドイツ戦脚拉致事件というタイトルをつけ放置新聞は国民の感情を無視するなと主張しただが 浅間丸の船長が21人のドイツ人引き渡しを拒み、それが浅間丸の敵対行動とイギリス軍艦より見なされた場合は、船体は打歩の対象となり、乗客全員も一時的とはいえ交流される危険をはらんでいた。日本海軍指脳はイギリス海軍の行動に関して、自軍も同様の行動を取り得るとして特に問題とは考えず、船長の判断も 妥当との認識であった。ただし、日本郵船は世論に考慮して1月24日には、船長を交代させた。宇垣一戦は1月26日の日記に、日本はルジの事件を沿岸封鎖中のイギリスの植民地の香港や、フランスの植民地のハイフォンの沖で起こしていることを指摘して、沸騰する日本の世論について、恥の上塗りをしないような注意が必要だと書き残している。 問題は、戦時禁制人をどこまで認めるかが焦点であった。この点を、与内内閣の有田八郎外務大臣は、クレイギー大使を通じて、イギリス政府に対して交渉を行い、イギリス政府もハリファックス外相を通じて行き過ぎがあったことを認める。2月5日に以下の公式発表があった。日本政府は、イギリス軍艦の行為は、 遺憾とするイギリス政府の表明を了承する。イギリス政府は比較的に兵役勤務が難しい9名の解放に応じるが、12名の引き渡し権利は放棄しない。日英両政府はこの種の事件の再発防止に努める。日本政府は交戦国軍人の乗船引き受けを禁止する。列強の一国であり、かつアジア太平洋地域で大きな軍事力を持つ日本と、 無用な衝突が起こることを憂慮したイギリスは、日本との間の交渉の決着を受けて、同年2月29日に9人を横浜のドイツ領事館前で解放した。しかし、この事件は当時関係が懸念された日本とイギリスの国際問題に発展したのみならず、国内では、与内内閣を米英に対する弱腰の現れとみなし、独素不可侵条約の締結により締結にこぎつけなかった。 日独同盟から新たに日独遺産国同盟締結への材料の一つとして使用された。ありがとうございます。